ストロベリーフィールドはリバプール郊外のウールトンの観光名所で旧西軍の所有地である。この家は1936年から2005年まで個人員として使用されていた。この家と敷地はビクトリア時代に個人の屋敷として建てられたものだったが1930年代に旧西軍に買い取られた。1973年に 構造上の問題により家は取り壊され、用途にあったものに建て直された。個人としての運用が終わった後、この施設は他の用途で旧成軍が引き続き使用している。この場所は、ビートルズが1967年に発表した、ストロベリーフィールズフォーエバーで世界的な名声を博した。歌の作者であるジョン・レノンはこの近くで育ち、子供時代はこの施設の敷地内で遊んでいた。 やがて、ビーコンズフィールドロードの古い赤いペンキを塗られた、モンピは、ビートルズのファンの巡礼の場所となった。2019年には、ストロベリーフィールドは、その歴史、カフェ、ショップに関する展示と、特別な教育を必要とする、若者向けのトレーニングセンターを含めて、初めて一般公開された。モンピは、2000年5月11日に伝えられている、ところでは、 配送車に乗った二人の男により盗難にあった。門ピは骨董品屋に売られたが業者はまさかそれがストロベリーフィールドから盗まれた本物とは思ってもいなかった。骨董品屋は要求に応じて門ピを警察に返却。門ピは再びストロベリーフィールドの元の場所に戻されている。ゴシック復古町の大邸宅であった。 ストロベリーフィールドに関する最初期の言及は1870年に遡るもので当時は浮遊な海運会の大建物ジョージウォーレンが所有していた。1891年の陸地測量地図では施設名がストロベリーフィールズと複数型で示されているが1905年の調査では変更されていた。1912年に 別の富裕な商人アレクサンダー・シー・ミッチェルへ譲渡され、その未亡人が1934年に辞書を旧西軍へ売却した。1936年7月7日、旧西軍創設者、ウィリアム・ブースの娘であるエヴァンジェリン・ブース大将の隣席の下で、レディ・ベーツが児童施設としての会場を行った。女子児童40名までの対応能力を備えており、 1950年代には5歳未満の男子児童が招き入れられた。後にはさらに年長の男子もまた住人となった。1891年の陸地測量地図上に示されたストロベリーフィールズ当家の名は1967年、ザ・ビートルズがシングルストロベリーフィールズフォーエバーを発表したことで有名になり、この曲を書いたのは 近所の面倒部街251番地で育ったジョン・レノンであった。ストロベリーフィールドが位置するビリコンズフィールド通りは面倒部街からの脇道であった。少年時代のレノンにとって楽しみの一つが夏ごとにストロベリーフィールドの辞書で開かれる庭園パーティーだった。レノンのおば耳ミミは旧西軍の楽隊が演奏を始めるところを私たちが耳にするとすぐにジョンは飛び上がって耳。 行こうよ。遅れてしまうよと叫んだものですと回想した。レノンはたびたび、ストロベリーフィールドの塀をよじ登っては、旧西軍の屋敷にいる子供たちと遊んでいた。持ち主側は彼の振る舞いについて学校に苦情を出したものの、無駄に終わった。ついには彼を同居のおばミ、耳ミのところへ連れて行った。彼女は、そのような行いを続ければ、彼らがあなたを吊るしてしまうと言って聞かせた。 それでも彼は行動を続け思いわずらうこともない永遠のストロベリーフィールズという歌詞となった。ストロベリーフィールドのモンピストロベリーフィールドはニコラウス・ペブスナーが1969年に南ランカシャワで行った建物調査によって認知された。しかしその頃には建物が目的のためには不適当となってきていた。1973年には乾燥腐敗といった。 構造上の問題により、建物を取り壊し、特定目的のために建てられた児童施設に置き換える方が、費用対効果が高いとされた。新たな施設は3棟への関連建築を備え、それぞれが12名の児童に対応できた。建物に入るための指導入り口は、ビリコンズフィールド通りに沿ってさらに西側へと移されたので、ストロベリーフィールドの名を備えた門中はもはや利用されなくなった。 1970年代とそれ以降を通じて、使われなくなった入り口とその門とが、世界中のビートルズファンにとってのメッカとなった。その結果、門は明るい赤色の塗装を保たれた。色鮮やかな表札もまた維持された。自動施設は2005年1月に閉鎖され、建物は、旧政軍が、教会や祈祷用施設として用いた。入り口を示す名高い門は、2011年5月に、 外されて複製に入れ替えられた。2019年9月に救世軍は初めてストロベリーフィールドを一般に開放し辞書の探索を訪問者に認めた。辞書では若年世代向けの特殊教育用トレーニングセンターと当地の来歴に捧げられた展示が一体となり、カフェやショップも備えられている。ありがとうございます。